毎度サブドンです。はい、今日はね2024年6月28日はい、最強樹海来ますね。ちょっと考察動画ちょっと上げれなかったんですけど、はい、今日のね主人公ポケモンマギアナちゃんでね行きたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ね全国図鑑完成させたらもらえるマギアナ、タイプ鋼フェアリーですね。でテラスタイプはフェアリーでいきます。そして努力値の方が特攻特防ブッパということで、まあちょっと物理技はがちょっと怖いんですけど、まあちょっと初見なんでね、このメンバー、この編成でね行きたいなと思います。そして、技構成が瞑想でドレインキッスで守るとフルカノンで行きたいなと思います。そして、性格の方が特攻上げの攻撃下げで、特性ソウルハート、ポケモンが瀕死になるたびに特攻が上がるということで、もう仲間のねポケモンがバタバタ倒れていったら、もう勝手にねマギアナの特攻がガンガン上がっていくんで、まあソロ攻略にはもう最強なのかなと思います。はい、でねまだ全然行ってないんで、まあ今日からなんでね、まあどういう感じになるかで、物理技があるのかないのかで、ね、変わってくるし、まあいけるんじゃないかなと思いますけど、はい、まあそれではね行ってみたいなと思います。でまあちょっと適正ポケモンとか簡単なポケモンとかいたら、まあそっちもね一緒にちょっとやってみたいなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは対戦いきます。本編どうぞ。はい、じゃあテイク2でいきます。よろしくお願いします。うわー、物理アタッカーやったね。さすがに最初はこれあれか、初手はなんだっけ、リーフストームか。威嚇持ちが欲しいかな、ソロだったら。さあよろしくお願いしますと。はい、あーちょっと微妙だなメンバー。さあ威嚇ナイス。さあリーフストーム確定で打ってきて耐えていく。ここがね多分水ボケだとちょっとしんどいかな、まあ、装飾だったら OK かな。でまあドレンキッスは打っていきましょう。さあリューマに、リューマやばいな、リューマやばいぞ。ドレインキッスしっかり開封して、こぼれだね、嫌だな。雷パンチ、ドレインキッス、 OKOKOK でこれでとりあえず待ちますか。特性消してくるのをちょっと待ちます。まあここで攻撃する意味がないんで、でさっきの瞑想からちょっと鉄壁に変えました。鉄壁積んで、でちょっとテラがねどうかなって感じなんですけど、現状今樹海院が3段階上昇、素早さが4段階上昇と、もうゴリゴリ上がっていくんで、そこがちょっとねでグラスフィールドね草タイプの威力が上がってるっていう、ちょっとオリーバさんがね嫌だね。さあ OK 消してくるんで、こっからしっかり積んできましょうか。鉄壁押します。さあリュウマイ OK、 リュウマイしてしっかり鉄壁積んでいく。 OK、で鉄壁は6段階積みたいかな。でソウルハードで特攻は勝手にね上がっていくんで、 OKOK いいダメージ。さあ鉄壁使う。 OK、 これで4段階上昇でソウルハードで上がっていく。こぼれだね、やだな。でもう1段階積んどきましょうか。威嚇が入る。 OKOKOK ガチガチで鉄壁6段階、ちょっ
っと手が切んの怖いなこれ。 OK、 そして今こっちが防御6段階特攻2段階ですね。で向こうがもう完全にヤバいんでドレインキスで打っていきましょう。さあさらに勇慢して上げていく。多分だから他のポケモンのターンにも流満してるんで、一気にね6段階まで上がる感じかな。やばいです控えめに言ってやばい。でソウルハートで上がっていくんで、勝手に上がっていくのかなと、こっちはね。なんでそこまでしっかり、まあ、ドレインキッスでいいと思います。素早さはもう勝てないんで。うわー、急所危な、急所危な、危ないって急所。しっかりと回復していく。ただ上取れないんでね、ちょっとこれ怖いな。テラ切るの、テラ切るの怖いなマジで。ちょっと切りたくないなこれ、ほんまに切りたくないな。こっちはもう6段階でしょ。いやーちょっと怖いっすね。テラ切っていいのかな。 OK、 まあ、こんなダメージ、まあ切るしかないか。オッケー、まあ切りましょう。切ってフルルカノン一発打つかな。まだいいか、ドレインキッスで。さあテラ切っていきましょう。これでちょっと草技がちょっと入っちゃうんでちょっと怖いですね。雷パンチも入るか。さあこれでまあ大ダメージは与えれるとは思うんですけど、まあ、リュウマイは美味しいね。これ以上上がらないんで。さあドレインキッスをバチコリ当てていく。はい、いいダメージ。さあワイルドブレイカーは効きません。ちょっとまだフルールカノン早い気するな。もう一発とっか、ドレインキッス打って。威嚇ナイス。威嚇で追いつかないんだよ。あ、いいねいいね、いいダメージだね。オッケー、ドレインキッス。もう一回打ちたいか。ちょっとフルールカノン打ちましょうか。これで特攻がね2段階下がるんですけど、ちょっと急所怖いですね毎度のことながら急所が怖いです。さあフルールカノンバチコリ決めていく。 OK、 回復はします。でガクッと下がるんですが、周りのポケモンがねしっかりと倒れてくれるんでソウルハートで上がってくれます。 OK、 これで今何段階、5段階か。これドレインキッス打って、で最初にもう割っちゃってこれで、ね、いけそうだ。オッケー。オッケー。で割れて、もうあとは打つだけかな。まあ、またワンパンとかもいけそうですね、これだったら。 OK、 じゃあフルカノンで終わりかな。あ、ま、結構残るな、マジかマジか、残った、全然終わりじゃなかった。自信 OKOK、 大丈夫、自信も覚えてんのか。何でも持ってるな。さあソウルハートで上がっていく。 OKOK、 じゃあ最後ねフルールカノンで終わりです。 OK、 まあ鉄壁はまあちょっとあれだけどないときついなあ、終わってないかこれ、終わったか、さすがに倒れたね。オッケー、
ありがとうございました。最速攻略できたかな。まあ結構強めっちゃ強めだね、対策しないと。さあモンスターボールでゲットしていきましょう。うん、マギアナマギアナじゃないときついなこれ一般ポケモンでどうやっていくんだろうどうやっていく。さあ時間にゲットです。スパイス、あ、ありがとう。まあ、スパイスはねいつも通り落ちますね。で技マシーンと特製パッチと、まあこれは確定で落ちるんかな。おー、おいしいおいしい。 OK、 じゃあエンディングいきます。はい、じゃあ樹海ね見ていきましょう。樹海はタイプ草で、テラスタイプドラゴンです。で特製軽技、まあちょっと持ち物ないですね、さすがにね。うん、なかったです。はい、で技構成が、ごめんなさい思い出すじゃない、でリーフレードで、ワイドブレーカー、リュウマイ、雷パンチと、しっかりとね、マリルリ対策してきてましたね。はい。で、最初に、初手でね、思い出すであるかな。あ、リーフストームですね。はい。初手で一発ね、リーフストーム確定で打ってきます。で、まあ、命中90なんで、まあ、外れることもある。プラス、まあ、ランダムではなさそうだったけど、まあ、多分全員に打ってくるのかな。ランダムかもしれないですけど、まあ、とりあえず、リーフストームは初手、打ってきます。で、あとないけど、地震がありましたね。で、地震も打ってきました、途中でね。で、ワイドブレーカーも多分半分ぐらいで、確定で打ってくるのかな？ちょっとわからないですけど、ね、こっちがフェアリーなんで、まあ、ワイドブレーカーも見れましたね。まあ、主には、雷パンチとリーフブレードかなと思います。まあ、フェアリーは必須かな。うん、きついですね。で、素早さ上げの防御下げなんで、まあこっちは、おそらく、物理アタッカーで行った方が早めに倒せそうな感じですね。はい、結構、防御下がってるんで、まあ物理で行ったらワンパン狙えるかなと思います。はい、最強なかしですね。で、まあちょっとマギアナ使ってみたんですけど、ちょっとね、冒頭とはちょっと変えてます。持ち物貝殻の鈴。はい。で、技構成が、鉄壁採用しました。で、6段階積んで、まあ、したらまあ結構受け入れてたんで、で、急所でも大丈夫そうでした。で、ドレインキッスとフルールカノンですね。まあ、守るはいらないかな。大丈夫そうですね。初手でね、もうあれ打たれるんで、結局守るはいらないというか、まあ、自由枠でいいのかな。まあ、何かあればって感じです。まあ、ソロ攻略ならもういらないですね。で、努力値の方が、防御全突破の HP と特攻をね、ちょっと半分ずつにしました。ちょっと怖かったんで。で、もうちょっと HP あっても良さげでしたね。安定するなら。うん、特攻ちょっと減らしても良さそう。特攻ぶっぱだと結構急所でやられちゃう可能性ありますね。急所で半分よりちょっと減ってたんで、まあもうちょっと HP 振れば、急所でも確認ぐらいになりそうなんで。まあまあ大丈夫かな。もうちょっと得を上げても良いし、逆にね。うん。で、まあ、ソウルハートがね、すごい刺さったんで、まあ、フルールカノン、ぶっぱでも良かったと思いますが、まあ、ちょっと安定でドレンキッス使ってみました。はい。で、まあ、通常ポケモンで行くなら、しっかりと、このね、草技、リーフブレードの6段階上昇、雷パンチの6段階上昇を耐えれるポケモン、プラス、ね、こっちはフェアリーはもう確定でいいと思います。ちょっとワイルドブレーカーは多分速攻してると思うんで。まあ、それか、リュウマイをひっくり返すか。まあ、黒い霧で消すか。まあ、消すのは多分きつそうだな。毎ターン打ってきてたんで。まあ、消してもありですけど。まあ、そんなことするより、防御上げたらいけるんじゃないかなと思うんで。まあ、そこは、ちょっと、まあ、いろんなポケモンで試してみたいなと思います。はい、最強ジュプトル最速でねクリアしてみたでした。もしね、ここまで見ていただいて、いいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またね配信、また次の動画でお会いしましょう。あ、お疲れさない。はい、お疲れさ、またね。